まず最初は、私はやっぱり日清戦争、はい、明治27、8年戦役、はい、これが正式名称ですけれども、はい、この時の、黄海海戦、はい、いわゆる鴨緑江海戦ですね、この時の弱冠18歳の三浦虎次郎水兵、三等水兵ですね、うん、この話を始めたい、から始めたいと思いますね。韓国のセオル号が沈んだ時に、おそらく船員さんたちはもう沈んでしまうとパニックになったということですよね。逆にこの三浦虎次郎はまだ沈みませんかという言葉を残して絶命してるんですね。これどういうことかっていうと、あの時黄海海戦ではですね、一番大きな船でも松島、これ常備排水量が4000トン強ぐらいしかない。それに対して清国の方は東洋一の県艦、これドイツ製ですけれども、排水量7000トン以上の巨艦がで北洋艦隊を清国が構成してたわけですね。その時に、陳淵の巨砲弾を受けて、松島は多くの死者を出すわけですね。その時に、この弱冠18歳の一水兵の三浦虎次郎が、まだ庭園が沈みませんかと、自ら撃ったのは陳淵の方ですけど、庭園は沈みませんかと通りかかった松島副長に尋ねるわけですね。で、そのことが高官に伝わられて感動した佐々木信綱は一晩で勇敢なる水兵という有名な軍歌を書き上げるんですけれども、それによると、これ事実と思われますけれども、この三浦虎次郎は、声を絞りて、この副長に尋ね、そして副長が庭園は戦闘不能に陥ったぞというふうに答えると、笑みを漏らして息絶えたという歌詞の文句にもあるんですけれども、これ史実と思われますね。ということです。つまりこれは何を言ってるかというと、これ一軍の長官が、提督がこういう行動を取るのであれば、これは美談でも何でもないんですね。末端の水兵、若干18歳の男子がこういう気の使い方をする、国を憂うる、こういう国に勝つというのはもう大変なことですよね。一人一人が抑止力になり得る、そういうことなんですね。それに対して、実に清国はひどくて、敵前逃亡する船は後を絶たない、そして今日の2番目の話であることにつながっていくんですけれども、この北洋艦隊は、帝国海軍の連合艦隊に負けると、ちょうど今回のセウル号の事件も黄海の一番南でしたけども、黄海海戦は、黄海の北方です。そしてその鴨緑江の河口であったわけですけれども、その対岸にある山東半島まで、逃げていくわけですね、母港ですね。そしてここを帝国海軍の連合艦隊封鎖するんですけれども、敵将はですね、提督とおっしゃるんですけれども、この方は今出てますけれども、この方は港湾から脱出を試みるんですけれども、部下が全然ついてこない。それどころか水兵が反乱まで起こすんですね。いいですか、片や一水兵が国家を憂う、片や船長士官はもちろん、水兵はもちろん士官に至るまで、船長艦長に至るまで闘争を図る、あるいは、降伏を進めるように反乱まで起こしていくわけです。この指揮軍紀の違いっていうのはもう決定的ですよね。チャンネル登録もよろしくお願いします。